ですね、皆さんこんにちは、タキエイです。ポケットモンスタースカーレット・バイオレットでついに発表された待望のダウンロードコンテンツ、ゼロの秘宝、緑の仮面、青の円盤。今回はこちらについて色々と考察と推測をしていきたいなと思います。本来自分はポケモンの考察はあんまりやっていないんですけど、今回は情報がかなり魅力的だったんで、我慢できなくてちょっとやってみました。では早速やってみましょう。まずアップデート前半で追加される緑の仮面について、舞台となる北上の里ですが、北上つまり北上という単語とリンゴ園があるという公式の情報から、リンゴで有名な青森モチーフなのかなとか単純に思っていました。出てくるポケモンは見るからに犬、猿、キジの組み合わせで、伝説のポケモンにオーガという名前がついていることから、桃太郎伝説がモデルだという話が一番有力ですね。3匹のポケモンの名前、イーネ犬、マシマシラ、キチキギス、このポケモンたちの名前を紐解いてみると、イーネ犬は英名が大きいドーギー、つまり大きいドーギーとドッグをかけている英語だと思われます。大きいドーギーは英語で OK という意味なので、イーネ犬はそのままこれが由来であることは間違いないと思われます。マシマシラ、これはマシマシとマシラの組み合わせだと思います。マシラは猿の別名なんで、そのままマシマシ、マシラでマシマシラです。で次にキチキギス、これはキジの昔の名前がキギス、キギシというらしいんですね。なのでキギスの部分に関してはこれがモデルであることは間違いないと思います。キチについてなんですが、中国版のポケモン公式サイトではキチキギスの名前に「キチ」という文字が書いてあるんですね。なので大吉とかの吉プラスキジの昔の名前キギスでキチキギスなんだろうなと思います。この3匹は村の人たちから感謝されているみたいで、名前についてもポジティブな名前を付けられています。いいねと犬でいいね犬、キチとキギスでキチキギスと、いいことを表した名前ですが、そうなるとバシマシラだけ意味がわからないんですよね。ただこれは中国語版ポケモン公式サイトの名前を見ると、願います猿という風に書いてあるので、これもマシマシがいい意味として捉えられているということがわかります。そしてオーガポンですが、これはそれなりに考えたけど、ポンの意味がちょっとよくわからないんですね。最後まで候補として残ったのがオーガと日本かオーガと効果音のポンですかね。これまでの傾向から今回のこの DLC のポケモン命名はあまりひねった言い方ではないです。イーネイヌとか、かなり直球なんですよね。なので桃太郎に出てくる鬼、つまりジャパニーズオーガ、オーガと日本、オーガ日本、オーガポンっていう組み合わせはあるかなとは考えました。あと仮面をかぶっているというところはちょっと怪しいんですよね。桃太郎伝説にしては鬼が明らかに可愛すぎるんですよ。鬼ならもっと体格が良くていいし、怖くてもいいと思うんですよ。だけど仮面の後ろってすごい可愛らしいような見た目をしているので、だからこのポケモンはタヌキなどの変身できる生物、もともとタヌキみたいな変身をするような妖怪的なポケモンっていう可能性はあると思っていて、そのタヌキのイメージでポンだったり、あと化ける時の効果音でポンっていうあの感じですね。それでオーガポンなんじゃないかっていう風にも考えました。この辺りは想像を重ねるしかなかったですね。なお今回の犬猿キジっていうのはちょっと怖すぎるので、村人に銅像になるみたいな感じで祀られてるけど、実は彼らが黒幕だったという可能性とか、他としては実はモチーフが桃太郎と見せかけて泣いた赤鬼がモチーフのパターン。本当はオーガポンは優しい性格で、犬猿キジの3人が人間と仲良くできるようにわざと悪役を買って出たという可能性も普通にあると思います。で、次はですね、アップデート後編の青の円盤について、ここでの新ポケモンテラパゴスは見た目が亀であることで、甲羅が六角形な模様をしていることで、さらに甲羅の模様に様々なタイプが書いてあることから、スカーレットブック、バイオレットブックに出てくる円盤のポケモンと関係が深いか、またはそのものであることが濃厚です。名前の由来はテラスタル、ガラパゴスかな。テラッサルの地、つまりエリアゼロもガラパゴス諸島も、どっちも未開の地で独自進化を遂げた存在です。独自進化という意味ではガラパゴス化が近いのかもしれないです。ガラパゴス形態みたいなね、ガラパゴス化っていう単語がちょっと近いかもしれないです。で、ガラパゴスっていう単語に関してなんですけど、ガラパゴス諸島がゾウガメたちの島々という意味なので、ガラパゴがゾウガメという意味になってカメという姿と名前が一致します。ただしカメ単体を指すのはあくまでガラパゴなので、なぜ複数形のパゴスっていう単語が使われているのかについてはちょっと不明ですね。またこのカメは首を引っ込めています。ガラパゴス諸島周辺にはウミガメも陸ガメもいるらしいんですが、ウミガメは首を引っ込めることはできないんで、そう考えるとウミガメではないカメがモデルなんじゃないかなと思われます。これについては手が爪になってて、ウミガメの手は泳ぐためのオール状になっていることからもウミガメではないという説が濃厚かなとは思います。ただしカメの形状的にゾウガメみたいな陸ガメでもないっていうのはちょっと謎なんですよね。どちらかというと日本にいるクサガメぐらいの形で、ガラパゴス諸島にいると言われている主なカメのどちらとも一致していません。なぜこの形になっているのかっていうことについては後で少し考察があるんで、そっちでも放出したいと思います。またカメといえばミノガメ、ミノガメっていうデザインも入っていると思われます。ミノガメはそういった種類、そういったカメがいるとかではなくて、甲羅についた苔が成長して尻尾のように尾のようになっているカメのことをミノガメっていう言い方をします。これは古くから長寿の象徴としてありがたがられてきた存在です。甲羅の後ろからヒラヒラしたものがついているっていうこのテラパゴスはまさにミノガメの見た目とそっくりです。なのでこれもデザインに入っていると考えています。さてこちらのイベントについてですが、一章の物語が桃太郎伝説であるっていうところから考えると、こちらは対になる浦島太郎の物語なんじゃないかなと思ってます。このテラパゴスがもし浦島太郎のウミガメという風に考えるとしっくりきますし、何より亀の見た目であることも納得なんですよね。ブルーベリー学園が海の中にある学校っていうところからも浦島太郎の物語に出てくる竜宮城、これを彷彿とさせます。また浦島太郎には竜宮城や玉手箱といった、いわゆるタイムスリップ的な要素も存在しているため、テラパゴスの背中にある各属性のテラスさんの模様、これも含めてパラドックスに関係するイベントになるんじゃないかなと予想してます。ここについてはガラパゴス諸島に生息するガラパゴスゾウガメが100年以上生きるという生物な上に、デザイン元と思われるミノガメ、これが先ほども言ったように長寿の象徴となっていること、他にももともと鶴は千年、亀は万年という言葉があるくらい亀は長生きするというイメージがあること、そういったデザインや名前から見ても時間に関係する物語になるんじゃないかなと思っていますね。でここからは完全な推測に過ぎないんですけど、わざわざガラパゴスの名前を使っているのに見た目が普通の一般的なカメっていう理由が個人的にはすごい引っかかってるというか、非常に謎です。もし浦島太郎、竜宮城といったキーワードからこの青の円盤が時間に関連したダウンロードコンテンツになるとして、ここはパラドックス関連のイベントとして古来サイドと未来サイドでストーリー分岐をしそうだなって思ってます。でここで思ったのが、このカメはスカーレットとバイオレットで別の分岐進化をするんじゃないかっていう妄想ですね。だからつまりウミガメと陸ガメどちらかに進化するみたいな、これなら見た目が普通のカメなのに名前がガラパゴスである理由を伏線回収できると思うんですよね。環境に応じて独自進化っていう意味でも普通に合ってるし、あと円盤のポケモンはペパーのマフィティフを襲ったポケモンだって現在噂されているんですけど、この見た目からそんな凶暴性があるとは到底思えないんですよね。こういった観点からもテラパゴスっていうのが進化する可能性はあるんじゃないかなと思ってます。進化する伝説ポケモンはコスモクやダクマの例があるため、あながちないとも言い切れないんですよね。特にダクマに関しては同じ DLC なんで余計に条件が同じなのも面白いです。とそんな感じで新作のダウンロードコンテンツについての考察をしてみました。楽しんでいただけたら嬉しいです。皆さんはどう思いましたか？今までの話から広がりそうな話とか自分なりの考察とかあったら是非コメントして教えてください。それではご視聴ありがとうございました。